チェース。ピースオブケーキの翔太です。サさんです。アサちゃんです。本日も最後までよろしくお願いします。お願いします。毎週日曜日ゲーム動画投稿の日でございます。はい、本日は以前にやったゲームをやってみようかなと思ってはいたんですが、アマトーさんからです。話してや聞いとるかな、聞いとるかな。ゲームが届きまして、はい、そちらをねやっていこうかなと思ったんですけども、けどもやりづれえなあのね、さっきちょっとね中開けて見てみたんですけど、はい、全くルールを読んでも把握しきれてないんですよ。だから本編でルールを読みながら説明はするんですけど、はい、多分ねそれだけでも説明してて把握できるかどうかっていうのは若干の不安要素はあるんですけど、え、何、頭脳系の、頭脳系ではないんだよね。どちらかというと頭脳系ではない、肉体派。肉体派え、何、なんかすんのか、腕立てとかさ。肉体派なゲーム、どういうこと。まあね、そのゲームがね、こちらなんです。じゃん。そこまで絞るには眠れない夜もあっただろうっていうゲーム。そういうことね。筋肉ってことね、マッチョね、うん、マッチョを笑顔にしてあなたも笑顔になるカードゲーム。意味わからん。え、マッチョをどうやって笑顔にするんだよ。わかんないんです。読んだの、一応。一応読んだ。一応読んだら、はい、プレイヤーはマッチョサイドの立ち位置じゃないです。あ、違うの？うん。あの、よくボディービルコンテストとかで、うん、こうボディービルダーがさ、こうやってさ、サイドチェストとかやってたりしてるんですよ、こうやって、はい、で、その時にさ、客席からさ、マスクメロンが羨ましがってるぞとかさ、叫ぶじゃん。あの、叫ぶ人です、こっち。あ、俺らが叫ぶ方、うん、あ、応援する方。そうそうそう。ただし、カードの手順とかがね、うん、なんか読んでるだけだと、うんってなってるので、はい、ちょっと後で説明をしながら、把握しようかなと。なるほどね、うん。ということで本日は、そこまで絞るには眠れない夜もあっただろう。やってみたいと思います。今日はね、はい、これやっていきたいと思います。うん、あの、マッチョに向かって言うやつなんで、はい、はい、です。それでは早速やっていきましょう、はい、最後までご覧ください。どうぞ。ゲームの説明をしたいと思います。はい。ステージカードというのが4枚、マッチョコマが5枚で、今回1ゲームだけなんでダンベルチップというのは使いません。はい、はい、で、あとターンタイル、ターンタイルっていうのは、はい、あの、これ時計回り、これ反時計回り。なるほど。これをね、使う説明は後でします。はい、はい、で、ステージっていうのはさっき4枚って言いましたけど、赤、青、黄色、緑というのがある、はい、そこが、ステージになります。はい、ステージは動かしません。はい、はい、で、ゲームの準備としてステージカード4枚を横一列で場に並べます。はい、で、ステージカードの下にはそれぞれ掛け声カードが3枚ほど置ける場所を開けておいてください。で、掛け声カードっていうのはこういうのがね、あるんですよ。ステージと同じ色のね、赤、青、黄色、緑っていうこういうのが、で、ここに掛け声書いてるんですよ。足がゴリラとかナチュラル防弾チョッキとか。これをカード出すときにはこのセリフを読まなきゃいけません、掛け声カードなんで。で、ステージ上にはこういうね、マッチョなね、キャラクターがそれぞれ1体ずついます。はい、で、控えというのが1体、なんで計5体いるわけですね。まずこのオーディエンスカードっていうのがあるんですけど、このオーディエンスカード、まあ、さっきのあの赤とか青とか、それを全部を混ぜて3枚ずつ配ります。あ、その3枚が手札となります。で、手札を他の人に見せないようにしましょう。で、ターンタイルを受け取って自分の前に置きます。これですね、これ。カードの種類としては、さっき言った赤、青、黄色、緑の他に、こう2色あるやつがあるんですね。赤と青とか、赤と緑とか、全種類っていうのもあるんですけど、これの他に、ニューマッスルっていうのもあります。で、あと、ターン、あと、コール。はい、このね、特殊カードっていうのがちょっと面倒くさいんですけど、まず手札から1枚カード出します。はいはい、で、そのカードを出すときにはステージと同じ色のカードしか出せません。緑だったら緑のとこにしか出せません。ただし、この2色あるやつだったら赤でも緑にも置けるわけです。はいはいはい、まあ、この特殊なニューマッスル、ターン、コールっていうのも出せたりもするんです。それを出したら新たなカードを引いて次の人にこれを回すと。
で、ここのステージの下に3枚カードが並んだら、例えばこの緑のところにこいつがいたとするじゃないですか、はい、ここに3枚並んだとするじゃないですか、満足してステージを降りてしまいます。満足して、そうするとここはグリーンガラガラになるんですよ。それなんでそこにはコールできません。やべえ、俺緑出したいんだけどって言ってる時に、例えばこのニューマッスルカードっていうのを持ってた場合、それを出すとこう乗ってたとするじゃないですか、はい、控え選手がいるわけですよ。この控え選手を空いてるところに、まあ空いてなくてもいいんですよ、ここでもいいわけです。好きなところに置くことができます。で、今こいつが控えになっているんで、また次の時にニューマッスルカードがあったら、こいつをこういうところに2つ並べちゃってもいいです。稀にあるのが全員控えになってしまった場合、ガラガラじゃないですか、出すことできないんですよ。その場合には、まあ例えばこの4人の体制で控えがこういったとして、全員いなくなりました。そうしたら一番最後にこいつが降りてったら、これを動かした人っていうのが好きなところに置きます。それなので、ニューマッスルカードっていうのはそのようにして使います。で、あとターンカード、ウノとかでもある、順番が逆になる、これが今まで金だったのが銀になって反時計回りになります。恐るべしなのがこのコールカード。コールカードっていうのは、例えば黄色が空いてたとした場合に、黄色のところをコールってやると、ここにはもう誰も上がれません。それなんで黄色のカードも出せなくなります。出せない時はその人はゲームから脱落します。あー、もう一発退場。うん、だからこういう掛け声カードを出してもいいし、こういう特殊カードを出してもいいし、1枚とりあえず自分の番が来たら出すという、ニューマッスルカードの効果でもマッチョコマ置けないって書いてある。まあ脱落はそんな感じですね。もうなんとなくしか分かんないけど、うん、なんとなく分かんない。ごちゃごちゃしすぎこのゲーム、うん、それなんでとりあえず、やってみよう。はい、はい、一回これカードを切らなきゃいけないです、ね、やってみようかどう。一番最初にやる人は、最近声を出して大声で応援した人。最初グーじゃんけんぽい。最初グーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、はい、もう勝ちの流れはもうないよ。はい、じゃあ始めます。はい、はい、レッツマッソーマッソー。じゃあ僕からで、はい、スペシャリストでんでん三角チョコパイ。出た出たよ、アーノルド。そうなの、こいつ降りる。じゃあいいですか、僕ですか。はい、足と腕が入れ替わってる君の名は。ちょっと足が…おいろこれか。夜中だからさ、大声出せないんだよね。新大陸。おお、はい、はい、厚みがすごい。おお、いきますよ。抱かれたいバブーナチュラルボーランチョッキ。方も、はい、退場退場。じゃあこれニューマッソー。リリ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 。はい、樹齢1万年。お、緑も退場してます。おっと、緑も退場しました。じゃあ私はターン。こマッソーいないときは負け、出せないでしょ。じゃあ負けです。脱落です。脱落です。腹直筋が威嚇してる。はいはい、私はなんですね。これカード混ぜた。ターン、本当に出せないっす。イエーイ、マサちゃんの勝ちか。イエーイ。もう一回やった方がいいの。やっとく。もう一回やっとくか。やっとくか。2回戦目です。はい、もうルール分かってきたんで最強っすよ。じゃあ朝ちゃんから一番分かったから。そうですね。よっ、新時代の幕開け、足がゴリラ。それノブの言い方。なんだあのセパレーションの数は、厚みがすごい。ノブじゃそれ。声援みんなノブじゃ。シェイラー、筋肉、背中に羽が生えてる。はい、さよなら。おい、満足しちゃったぜ。はい、ニューマッソーでんでん、これぞ。腹斜筋で大根をすりおろしたい。東京ドーム何個分。足と腕が入れ替わってる。君の名は。ここで青が満足して退場しやした。でかいよ、アーノルドじゃ。
はい、ここで黄色も退場しましたね。じゃあそれでみんなの首を絞めていこうか。コール、腹筋 6LDK、 うまそう。はい、はい、いきます。はい、ナチュラル防弾チョッキ、赤のボディービルダーも満足して退場しました。三角チョコパイ、花よりプロテインじゃ。ニューマソウ、はいはい、グレート、プリケツ、樹齢10,000年。はい、いいね、仕上がってるよ。ここで黄色も脱落、脱落じゃない、大丈夫です。ステージ飲み込んでるよ。ターンです。だから翔太もね、ターンです。もっともっと、いい感じに血管出てる。ターンです。筋肉で返事してくれ。これ全員いなくなった、全員いなくなった場合は最後の人が一箇所置けるって言ったら、そういうのもそうなんじゃない。まだまだ戦いは長そうですの。バリバリ筋肉の集団面接、チョモランマ。じゃあこいつは一回はけて、じゃあ次こいつ、よし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 、他が見えない。はい、応援できなくなりました。よし、落としたな。ウケじゃ、そこまで絞るには眠れない夜もあっただろう。おお、必殺カードだ、はい、スペシャリスト。ここで黄色が退場しました。そして黄色に入る、はい、応援できなくなりました。続く、いやー、マッソーでしたね。まあ最後に勝ったものが全て勝つっていうね、一生一生だよね。これ両方とも2位、勝ちもしないし大負けもしない、安定だよ本当に。安定してる。最初さ、こうスムーズに出せるんだけどさ、1人2人退場したあたりからさ、どん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 辛くなるよね。あとね、手札に同じ色が揃ったら積み切れ、変えれないから、うん、それはある。なんかさ、特殊カードでさ、カードチェンジとかいうさ、カードが出てきたらさ、もうちょっと長く続くと思うけど、うん、まあ、長く続けさせる気はないんじゃない。ないでしょ、ね、なんか不思議なゲーム多いね。面白いですよ、でもこれ。じゃあ、もう送ってくれた麻藤さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ザーシャ、まあ、とりあえずね、あの今日やる予定だった昔のやったゲームはまた別日にやりたいと思いますので、はい、ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次回の動画もぜひご覧ください。はい、それではせーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてあります。チェックしてみてください。それではせーの、チャオー。